見てください、ほら。はい。大戸屋の路面店。ああ、珍しいですね。こんな看板だったっけな。青木 2.com。青木が取れなかったんだから。取れなかったんでしょうね。アカウントじゃないんだから。この看板が僕すごい大好きで。うん、これが見てください、ここに物件情報ってのが貼ってあって。ああ、そっか、ここ割とずっと平らで。そうです、そうです。この辺がなんか平野で、こっちが鎌倉ですよね、鎌倉が。町田、相模原とか町田の駅から、そうです、そうです。ずっと平らな土地が広がってるわけですね。多摩丘陵を越えたところの。山なんですよね、ぶっちゃけ。なるほどね。本当だ。ここ山削って造成した住宅地が丸塚でね。ニュータウン。あ、ここ本厚木駅前が、まあちょっと駅前の広いロータリーのところに行きますね。あ、はい、こんな感じなんだ。本厚木はめちゃめちゃ栄えてますよね。やっぱり宿場町だったので、ここに分かりますよ、はい、本厚木駅ありますね。本当だ。通っていくとホームに行くっていうで、ロマンスカーも止まったりするので、うん、でこの駅ビルがミロードっていう、あの新宿。ああそうか、ミロード小田急だからか。うん、これ結構神奈川で一番高いところにあるサイゼリアじゃないあんなと緑じゃない、なんかって結構ね、僕は子供の頃からあるのがこの向かいのビルなんですね。ここのここにある厚木ボールとかってのは随分もう僕は子供の頃から、ボーリングのピン、ああいう風に立てるのあんまり珍しいですね。あ、本当だ、ビルの上じゃないですね。あと結構古くからあったんじゃないかなっていう。ここにあるこれが旗野のトン漬けってのがあるんですけど、味噌漬けし、豚肉味噌漬けしてホイールに巻い、あの焼いて食べる。へえ。まだあるのかな。あ、見てください、ほら。はい。大戸屋の路面店。ああ、珍しいですね。これ密かに僕、厚木のこう見どころだったの一つが、日本家屋風の。そう、ビルになんかね、入ってるじゃないですか。うん、こんなにこうしっとりした大戸屋は、大戸屋の大戸屋ない、あんまり見ないと思うんですよね。あと厚木のドムドムです。ドムドム。このイシケンスポーツっていうところのここにですね、シュワルツェネッガーみたいな筋骨隆々のお兄さんがここに腰掛けてるオブジェっていうのが結構名物だったんですよ。それが多分ドムドムにここテナントを入れちゃったから。古い写真見たら出てこないですかね。あ、なるほど。あ、いた。あ、へえ、ほら、ほんとだ。え、ドムドムがじゃあ最近入れたってことですか。最近です。ドムドムが最近入るのすごいですね。そう、これ本当2018年とかでから写真入ってますけど、ここのレベルからですね。すごい。ここにスナックマドンナってあるじゃないですか。はいはい、あります。昔確かスナックコンパスっていう名前で、うん、親父が行きつけだったんですよね。ただカラオケとかを教師とかやってたので、うん、そういうのでカラオケ歌いに行ってたんですね。コンパスこっちかもしれない、もっとこっちのスナックかもしれない。これは別のスナックだ、ごめんなさい。結構多分ね、その情報間違ってても誰もそんなに気にしないから大丈夫ですよ。その息子に名前までちゃんと伝えて、うんうん、ね、ちゃん、あ、僕はコンパスのママと一緒に花見行ったことありますから、ね。なんですかそれ。あの、ね、いや、僕は本当に小学校入るか入らないかぐらいって言って、うん、はい、でその時のメンバーが僕と父とコンパスのママだったんです。何それ、すごい。そう、花見。今思うと、だからそれはそういうことだったんじゃないかなっていう。うん、でも息子、お母さんにチクったりするでしょ。いやー、うん。それでも、アリバイっていうか、その、お父さんが違うぞってために息子を連れてったとか。そういう可能性もある。お母さんが行かせたとかね。僕の思い出の中にいるコンパスのママって、すごい美人だったんですよ。あの髪の毛はちょっと。ね、茶色くてこう、まあ、うん、スナック美人っていう感じのね、なんつうの、なんかその時にちょうど僕側転ができるようになって、調子こいて2人の前で側転ばっかりやってたんですね。いいな、めちゃくちゃいい光景ですね。なんか
すげえ測定してたなと思って。その大人の微妙な関係の横で子供が測定するっていうね。素敵ですね。すげえバカだったなと思って。赤土だったんですよ。あの、桜のスポットでみんなメジャーシート引いてね。で、夜桜みたいなのに。ああ。でも手がね、土でね、泥だらけになってたわ。でも2人が喜んでくれるし。そう。ね、測定も多分うまいうまいとか言われたんでしょうね。測定ばっかりしてる子いますよね。愛人の横で測定。愛人の横で。僕ね、新しい青木行ったことないんですよ。ああ、そっか。で、多分、ただその辺の近くには差し掛かってるはずで。そう、特攻服を作ってくれ、あの、売ってる店を探したらここしかなくて。あった、なんか。あ、そこあった。詰まってるわ。こんなんなってんだ。へえ。ああ。こんな。こんなんだ。こんな看板だったっけなぁ。青木 2.com。 青木が取れなかったんだから。取れなかったんでしょうね。アカウントじゃないんだから。あ、これ開いてるんじゃないですか。開いてる開いてる。2014年。あ、刺繍とかあるわ。刺繍見積もり無料。バス通りに忠実に行くと、ここで側道に入るんですよね。お、その側道の右のちっちゃい家、すごいいいですね。これね、僕ね、もう通るたびにここね、ここでは眠れないなと、どんな眠い時もここだけ見ていい。2010年頃行った。あ、なんか看板出てるよ。あ、ラーメン。ラーメンだ。ね、ラーメンじゃないこと聞いた気がするんだよな。で、ちょっと旧道の方の国道をずっと回す。なるほど、旧道っぽいですね、こっちね。弓道欲が満たされますね、これね。いいですね。バスはね、ちゃんと弓道行ってくれるんですよ。でですね、ここも、ちょっとした、こう、都市河川みたいな、支流のちっちゃい川を見てるんですけど、ね、ここのですね、スナックの並びもなんかいいんですよ、見た。本当だ、すごい。あ、これスナック。これも、まあ、逆車線になるんで、僕は実家から、厚木にバスで帰るときに、これをね、眺めるんですよ、ね。ああ、いいですね。もう、キヨコとかね、すんごい昔からあるんですよ、これ。冗談みたいですね、ここ。セットみたいですね。キヨコ、アスナロ、大吉、うん。薬屋さんとかもすごいですし。パンだね。ここ、張り紙すごいですね。くそ。本当だ、中見えないです。脳卒中とか、こう。ガン脳卒中って。薬で。ちょっと、ねえ。パンダも感じる感じ。確かに、風ぐらいの勢いで書いてますね。そうですね。この辺を過ぎてくると、うん、なんだろう。感覚的には帰ってきた。ああ。タンポもこれ、親父。おぉ。カラオケ教えに行ってるとこですね。ああ。結構スナックのママとかに教えたりしてる。ね、息子は側転をするという。ゲー達者の一家ですね。そうですね。息子は達者じゃないですけどね。アカスダンっぽさありますね。この巨大な建物、こうなんですか。こうなんです。うわ、ここは、ここ元あれです。あの、食器の乗りかけ。うん。のりたけ食器の工場と直売所みたいなのがあったところですね。港南の横にまたね、広大な丸ハンがあったりする。あ、本当だ。すごいでしょ、これ。スケール感おかしくなりますね、ここね。あ、これが伊藤さんのおっしゃる山のあそこのところですか。もうだからそうですね、もう山が見えてきて。半沢が、うん。もう本当だから、あの山の方に向かってダーッと進んでいく感じ。この看板が僕すごい大好きで、うん、これがですか。売るのも買うのも借りるのも、うん、見てください、ここに物件情報ってのが貼ってあって、このざっくりした情報、このおおらかさ良くないですか。それで借りないですよね。でも付け替え可能なようなしてたってことですね。もうだからやめちゃったんですね、それね。そうですよね。
ネットが普及して、うん、あ、まだ2015年はあったんだね。えここで不動産見るやついねえだろうってなんかちょっと違う、っさっきと、はいはいはい、違いますね。 3DK だったでしょ、アパート。あ、なるほど。 3DK だったでしょ、うんうん、これすごい好きだったんですよね。間取りと値段だけですもんね、だって間取りもね、文字情報の間取りですからこんなんで家借りちゃダメって思いますよねここを登っていきます、うちは。あ、いよいよ、はい、いよいよ、うちへ。ここの辺のランドマークは実は1個ありまして、何もないような住宅地なんですけど、登っていくとここです、うん、この左手わかります？貯水池なんですよ。あー、なるほどここが良くてですね、ランドマーク貯水池です。見てください。お、お、字だ。厚掛台って言ったじゃないですか、僕住んでて、うん、はい、ほら数字の文字があるんですよ。あ、頭の文字はなんかマークですか？そうです。これは厚みの支障じゃないかな。うん。松茸。松茸。ああ。はいですね。